キロックコロシアム。サノキロックチャンネルをご覧の皆さん、シンガーソングライターの盤上彩絵です、今回サノキロックコロシアム2022出演させていただきます。すごく嬉しいです。2019年にも一度出させていただいたことがあるんですけど、その時は携帯をなくしてっていう思い出があってそのなくした携帯代を今もずっと払ってるので、すごく思い出に残ってるんですけど今回はね、携帯をなくさない、そしてうどんと骨付き鶏を食べるっていうのが目標です。でもライブは本当にね、その与えてもらっている短い時間の中でどれだけこう皆さんの心に残れるかっていうのを今からワクワクして考えていて、今の時代何回も何回も行けるわけじゃないと思うからこそ、私も持っているもの全て出し切ろうと思っているし、この機会にぜひ盤上彩絵を見に来て出会ってもらえたら嬉しいです。それまで元気で、体に気をつけて元気でお会いしましょう。盤上彩絵でした。ありがとう。